ドイツに勝利したスペイン代表、まさかの緊急事態発生。怪我人と出場停止が多すぎる。これ次の試合やばくね。スペイン勝ったけど、次戦出場停止する選手多いからどうなることやら。普通に負けそう。カルバハル出場停止きついな。カルバハルは累積で出場停止が確定してたからレッド覚悟で止めたって考えよね。カルバハルいないとヘッスナバスが出てくるのかよ。スペインポロ4度チェイのに、普通に準決勝でコロッと負けるやろうな。スペイン勝ちは下が厳しすぎる。テイラーが相変わらずだった。エンバペにめちゃくちゃにされそう。次踏ん張って優勝を見せてくれ。